レディオチューブ受けね。これはこの前やったばっかりやけど、この前はゴカポ C でやったんでね、あの F で、あまりこの時間なんで声張れないですけどね。うん、拓也長渕のレディオチューブの中で歌われた歌はね、いい弾き語り聞くとやっぱり俺も弾きたくなるね。まあ全然同じようには弾けないですけどね。
ただいつもそばにいて手を貸してあげよう、受け取ってほしい。のようにはいきませんけどね、やっぱりいい弾き語りを聞くとね、俺も歌いたくなるっていうね、うん、そういう癖です。ではおやすみなさい。